富士市は、静岡県東部にある市、志向寺特例市、富士市中心部周辺の空中写真、1988年撮影の26枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。市長別人口は、浜松市、静岡市に続いて、静岡県第3位となっている。 静岡県東部で、富士都市圏に属する。また、富士山の南にあり、学南地域という言葉も使われる。富士山を望む地域の一つで、東海道新幹線富士川橋付近から新幹線と共に写された写真などが有名である。富士川や富士山の伏流水など、水資源が豊富であったことに加えて、 大正筆地の首都圏に近い地の利を生かして最盛期の1991年には、旧藤川町を含まない旧富士市内だけで6035億円の出荷額を誇る静止の町として栄え、大正和静止本社工場や大島テリアなどの多数の静止工場が活発に生産を行っていた。しかし、2009年2月に大子静止富士工場の静止ラインの一部が、 創業停止となるなど、パルプ、紙の事業所数は275から224に減少が進んだことから、2011年の製紙業の出荷額は4407億円へ落ち込んでいる。2012年9月末には、日本製紙富士工場、鈴川事業所での紙生産が全面的に停止となるなど、製紙業の衰退、製紙、 ハルプの生産減少傾向が続いている。北東側の足高山海から望む富士市の中心市街地とする川湾、海岸線に東側に隣接する沼津市から田子の浦港まで千本松原が続き、富士川の最下流域の西側に静岡市清水区が隣接し、北側に富士宮市が隣接する。1966年に学南地区の産業を発展させるため、 市民サービスを高めるために新設合併して誕生したのが現在の富士市である。2008年11月には伊原郡富士川町を編入合併した。衆議院富士市文化会館ロゼシアターホール劇場富士駅から見た静止工場郡富士本町商店街中心地富士市は工業の盛んな町で工業の指数の一つである製造品出荷額等は1兆4。 487億7、976万円であり、現在県内6位である。県内には、鈴木やヤマハ、ホンダなど自動車関連企業が工場を置いており、自動車のトランスミッション大手のジアトコが本社を置いている。製紙業豊富な地下水を利用した、製紙業が盛んである。製紙工場は、市内に62社73工場あり、その数は、日本一である。 市内での紙、板紙類の総生産量は、日本全体の11.6%余りを占め、特に、トイレットペーパーは32万1925トン、全国比率31.5%で、生産量を日本一を誇る。戦後の高度経済成長期、製紙工場の排水で、田子の浦湖に、ヘドロが溜まり、水質が極度に悪化した。また大気汚染で、 期間自然則患者が多発し、大きな社会問題となった。明治時代に入り、用紙の製造技術が導入され、王子製紙が近代的な製紙工場を開設した。その後、水源が豊富な吉原地区を中心に、中小製紙会社が次々と設立され栄えたが、1990年代半ばより、海外からの安価な紙の輸入増加や、バブル崩壊による、 需要源などによる歯科低迷で経営難に陥る中小製死会社が急増し倒産、廃業し、かつては有料企業だった天馬製紙や井手生紙など多くの会社が倒産した。生き残った企業でも2000年代前半の製紙業界全体の再編により大手であった本州製紙、大正和製紙も淘汰された。また2007年に始まった。 金融危機及び物価高による世界同時不景気に伴い企業向けの上質紙などの生産が大幅に落ち込み市への納税額と地域の雇用問題にも大きな影響を及ぼしている小売業の商業ランキングでは富士市は静岡市、浜松市に次ぐ県内3位である市立市立県立市立市立公立市立県立富士川橋梁を通過する 東海道新幹線市内を通る新東名高速道路富士高架橋富士川 SA 田子の浦港富士市都市計画マスタープランでは都市交通の基本方針として道路や鉄道などの既存の交通基盤を有効に活用するとともに自動車交通や公共交通などの交通需要の適正な管理を行い過度に自動車に依存しないで移動できる都市 交通体系を構築することとしている。また、超高齢社会の本格到来を見据え、高齢者をはじめ、誰もが安全、安心、快適に利用できる都市交通体系を構築することとしている。市内で最も利用者の多い富士駅や、新幹線の駅である新富士駅を中心とする。新富士駅は、東海道本線の富士駅とは、離れている。 新富士駅開設当時は、富士駅から新富士駅のすぐ近くまで伸びている、日本製紙への引っ込み線を利用して、身延線を新富士駅まで伸ばす計画もあったようだが、実現はしなかった。富士市内のバスもは、吉原中央駅を中心として放射状に形成されている。そのため、地域の拠点駅である、富士駅や新富士駅から、目的地に向かうために、 吉原中央駅で乗り換えざるを得ないことが多い。現在、富士駅を起点として再編することが計画されている。民間の路線バスの他に、市のコミュニティバス等も運行されている。歌川広重東海道53時左富士岩、元山公園の梅園から望む富士山、吉原祇園祭り仮金祭りの、投げたい松上空から見た富士市と富士山。 日帰り入浴ゴルフ上学者文化、芸術、美術、音楽界スポーツアナウンサー芸能界。ありがとうございます。